のツーショットが撮れる時間みたいな感じで、あ、じゃあ明日誕生日のやっちやー、はい、はいはい、8月の1日は、はい、そのやっちやの誕生日、じゃあセンターへ。やっちやはなんで8月1日、あの、やっちやっちやっちじゃあ誰が誕生日プレゼントを出すの？ね、順番に。あ、キヨルさんから。はい。キヨルさんからじゃあ誕生日プレゼント。これ貴重らしいですよ。ね。ゆるから、ゆるキャラの業界でも。誕生日パーティーを、ヤチニアの誕生日のキヨルちゃんがプレゼント渡すし。そう。で、ヤチニアがお返しに、何かを渡すというタイミングだ。ヤチニアのうちわです。うちわをじゃあお返し、どうぞ。やっちゃん今日あのシュシュ、あのバラのシュシュしてる、バラって髪飾り、あ、本当だ、はい、これもね、昨日実はファンの方からあの誕生日プレゼントでいただきました。ファンの方ですか？ファンの方から。ファンの方から、へぇー、ツインテールにシュシュみたいな、はい、はい、ちなみにあの稲沢のイナッピーの誕生日ご存知ですか？イナッピーの誕生日、みんな1月なのか、あー惜しい何月何日？11月1日です。何日？どこまで？はい、ありがとう。じゃあ続いては、岐阜県のゆるキャラ、ネギッチョ。ネギッチョ、何をしたの？これ岐阜の名産かな？ネギじゃないですか。ネギ時期かな？ネギパンとかあるんですよ。ネギ、はい、ネギせんべいとか。あら、はい、ネギせんべいか。ネギせんべいかも。はい、おめでとうございます。自分のポジションに早く並んでください。わ、なんかでも